はいどうも赤崎蓮華です。今回も FC24 監督キャリアモードやっていきます。前回リーグ戦が開幕したアネオト FC 初戦のホームで行われた試合は2対2のドロー、初陣を飾ることはできませんでしたが、続く2戦目はアウェーで1対0で勝利、現在1勝1分けで8位につけています。しかし続いて挑んだカラバオカップの1回戦、プレストン相手に 0-3 で完敗。今シーズンのカップ戦の一つは1回戦で姿を消すこととなってしまいました。そして今回ですが8月の日程すべて進めていきます。8月は全部でリーグ戦が4試合あるのですが、とりあえず直近の MK ドンズ戦をやってから残りの3試合はハイライトにしていこうと思います。そして現在のチームのスカッドの状況ですが、必要なパーツはほぼ補強し終えたという状況になります。まあ、若干サブのメンバーが怪しいんですけども、現状のクラブの予算ではなかなかこれが限界かなというところですね。そしてまだリザーブに選手が5人と過剰になっているので、最低でもここから3人は放出したい。まだ移籍マーケットは空いているのでオファーに期待しましょう。ということで日程の方を進めていきます。さあ、レオナードに移籍オファー来ましたね。サトユナイテッド13万5千、これは理解、レオナードですが市場価値11万で妥当なオファーの上限12万5千か、そこに13万5千のオファー、これ以上上げるの苦しいかな。念のため移籍交渉行ってきますが、ちょっと期待できなさそう。ということで1万ユーロ上げて14万5千で合意しました。まあ正直あまり使い道のない選手なので、ここで売りたいですね。週休2600を削りたい。そしてスカウトレポート入ってきましたので見ていきましょう。スペインですね。守備的指向ポジション指定なし、1ヶ月目です。まず1人目、ロドリゴ・モジャーノかな、これは16歳、論外で、2人目がフェリペ・ペレス15歳か、68から92、18万、微妙ですね。3人目、ラファ・エレーラ16歳、ポテンシャル悪くない、183センチ、市場価値は32万5千、そこそこですね。4人目、ミゲル・ゴンザレス15歳、ポテンシャル低いな、これはいらない。ラスト5人目、オスカル・ルイス17歳、ポテンシャル高いね。80から94か、172センチ、市場価値は220。お、これは結構いいんじゃないか。オーバーすでに64か5ありそう。ということでこのオスカル・ルイスはもう契約しましょう。172センチなのでおそらくサイドバックだと思います。今手薄なのでここはゼガヒでも契約したい。ということで契約、あとはいいかな。とりあえずこのペレスだけは様子見ましょう。では先ほど契約した新しいユース、オスカル・ルイス、オーバー65、素晴らしいですね。右サイドバックと一応センターバックも適性あるのか。ただ身長172なのでちょっとセンターバックは難しそう。でディフェンス能力高いしペースも悪くないですね。でフィジカル面ですが、まあ、ジャンプも結構ある。でスタミナもいいですね、75へ。テクニカル面ではタックル結構高いし守備意識もまあまああるので、これはサイドバックでいいかな。ということでもうオーバー65あるので、この選手はトップチーム上げちゃっていいですね。トップチームに昇格。さあステータスのところですが、将来が非常に楽しみついてますね。ってことは85以上、90はいってない感じです。まあ順調に育てば80代に乗ると思うので、積極的に試合使っていきましょう。非常に楽しみな選手入ったな。さあということで第3節やってきましたのでやっていきましょう。相手は MK ドンズ、ウィングプレーですね。フォーメーションは 5-3-2、 直近が1分け2敗とあまり調子良くなさそうですね。で能力的にも60代前半と、まあ、前回のグリムズビーより少し上くらいか、ということはチャンスはある。そしてアネオト FC は
早速ユースから上がったばかりのルイス使っていきます。ちょっと右ウィングバックの適性がないのでびっくりマークついてますが、能力的には大丈夫そう。そして中盤にはオファーが来ているレオナードを今日はスタメンで使っていきます。おそらく最後の試合になるかと思うので思う存分頑張ってほしいということでやっていきましょう。さあ第3節 MK ドンズとの試合です。まあ、前回はアウェーでしたが初勝利上げることができたので、この試合も連勝を目指して頑張っていきましょう。ノビー横レオナード無理するな。マリボ頭つけたいが、ここはドリブルでゴリッといく。シュート打てるか、惜しい。ドリバーナイスベッドバック、ただちょっと中途半端。サイドルイズ、ここ抜かれる。打たせんな打たせんな、ちょっと守備が変わる。いやなんかアップね。ナイススティーブンス。バートンもう一度、さあボルトンに渡る。ボルトンいけるか、ちょっと厳しいか。外に逃げる。下げていい下げていい下げていい、どうぞ。で構造レオナード、バディボーに入れたいけども、バートンもう一度戻していい。縦関係になってしまってるが、さあここはスルーパス通ってシュートまでいった。マリボーいい剥がし、さあパスの出しどころ探して、ドレイパー縦いけるね。あそっち、ただ空いた。さあボルトを打ったが、ここはキーパーしょうね。さあルイスに渡る。ドレイパー裏狙う、出していい出していい。あーこのタイミングだと厳しいよね。さあ縦パス入る。抜かせんだ抜かせんだ、タイトについてけ。ブロックブロック、数的同数になってるな。もう一人いっていい、もう一人いっていい。いや二度追いはさせるな。プレース、あアップない。さあ前半終わって 0-0 で折り返しです。ボールリカバリー時間両方とも長いね。アネホト FC22 秒、あと10秒は縮めたい。ただシュートは打てているので、この調子で先制点狙っていきましょう。相手中央でドリブル、ここ囲め囲め、プレースプレース、ナイスカット、ここしっかり繋いでいこう。ドリブルをするな、出すドリブル多い。ここどうにか指示出したいんだけどな。さあここでファールしたくない、アップね。ナイススティーブンス、よく止めた。さあロングリード、中線は勝てないね。セカンド拾えない、ナイス。さあレオナード横出して、マディボマディボ勝て、さあ抜けた、ドレイパー決めた、初ゴール、デビュー2戦で決めた。ドレイパー逸材、リプレイ。いやマディボいいとこに出したな、背中取って斜めから入る、完璧。いいオフザボール、そして1対1しっかり決めたね。ボールバウンドして難しいんだけども、よく吹かさなかった。さあ縦パス入る、シュートを出せんだ。サイドしっかりついていこう、しっかりついていこう。ナイスカット、いやドリブルはやめようよ。いやピンチが続く。さあどこで縦パス刺すか、横裏まずい、ナイススティーブンス、コーナーコーナー使おう。ちょっとギャラが限界だね。ローズ、そしてレオナードに変えて4。さあここマリボに渡す。さあドレイパー走らせたい。さあドレイパーマイナス空いてるよ。さあバートン、決まんないか。さあ残り5分切ってるよ。守備しっかり、ワイドレーク、ロス上がってくる。あここは何決まらない、ラッキー。さあマリボに入った、縦バート、もう一度マリボ、右上がってたんだけどな、使わない。ヨング、縦ボルト、バートバートバート、下げるか。さあマリも縦は入らない、まずい、残り1分ある。ファールで止めろファールで止めろ。
ここで試合終了。 1-0 逃げ切った。2戦連続 1-0 クリーンシート勝利か。いやー、ヒヤヒヤする場面あったけども、よく1点守り切ったな。この調子で頑張っていこう。ただ疲れる。では試合データ見ていきましょう。結果は 1-0、 なんとか逃げ切りました。ポゼッションは 45% で、ボールリカバリー時間やっぱり長いね。もう少し縮めたい。ただインターセプトはよくできていたので、あとはタイトな守備、球際のところが改善されればもう少し安心して見れるようになりそう。個人スタッツ見ていきましょう。マンオブザマッチ、2戦連続スティーブンス、素晴らしいね。よく止めてくれた。でデビュー戦となった右サイドバックルイスですが、良かったですね。ユース上がって間もないとは思えない。これから期待できる。でドレイパー、決勝点決めてるんですけども 6.9 か。ちょっとロストが目立ったかな。もう少しドリブルの精度上げたい。さあ、アネオト FC 2連勝です。5位浮上。プレシーズンマッチの結果が嘘みたいに順調に勝ち点稼いでいます。4ゴール2失点失点も抑えることできてますね。この調子で頑張りたい。そしてリザーブ選手にオファー来てますね。11万5000のオファー、これはサクッと交渉しておきます。ということで8月の日程残り進めていくんですが、リーグ戦が3試合あります。ここは実況動画にはせずハイライトでお送りしますのでご覧ください。ではどうぞ。ということで8月の試合の日程全て終えました。リーグ戦については3勝2敗という結果ですね。全て1点差のゲーム、特にハローゲート、そしてレクサス、ここで2連敗した時はかなり厳しい状況だったんですけども、中6日で迎えたドンカスター戦、なんとか3対2で勝利、3連敗を免れることができました。いやー、危なかった。そして現在のアネオト FC の順位ですが、7位につけています。3勝1分け2敗勝ち点10、そして現在のゴール数は9、そして失点が8と、上位勢の中では非常に失点が多いので、ここももう少し改善が必要なところです。
そして8月の日程を消化中に CDM の選手1人レンタルで獲得しました。こちらのイラージャですね、オーバー63、まあ、レオナルドが売却されてしまったので CDM 急遽1人獲得しています。今のところそれなりにいい活躍はしてくれてる。とりあえず CDM はなんとかなったんですが、問題はセンターバックですね。現在4人いるのですが、とてもじゃないですけども、この日程の中では回しきれない。もう1人くらいセンターバックは必要なので、移籍マーケットが空いている間に獲得したいと思います。ということでセンターバック1人レンタルで交渉しに行きます。で、今回狙っていくのはオリンピックリヨンの17歳、ママドゥサール、194センチ、かなりの逸材だと思います。まあ、まだ17歳なのでそこまで能力高くないんですけども、まあ、タックル68と4部では十分通用する能力持っていると思うので、このママドゥサールレンタル交渉行ってきます。ということで現在交渉中です。なんとか来てくれ、頼む。では8月の残りの日程進めていきましょう。あ、日程少し進めたんですが、サール加入決まりました。よかった、1年レンタル、これでセンターバックなんとかなるかな。ということで移籍マーケット最終日まで日程進みました。とりあえず現状のスカッドもう一度確認してみましょう。さあ、アメフト FC の現在のスカッドですが、だいぶバランスが取れてきましたね。ちょっとストライカーが不足してるんですが、現状そこまで手が回らないので9月以降のユーススカウトのレポート待ちですね。いいストライカー見つかってほしい。そして現在のリザーブ状況ですが、まだ不要な選手が残っているので、この残り10時間で最低でも3人くらいは放出したい。ということでオファーを待ちながら時間を進めていきましょう。あ、ルイスに移籍オファー来ましたね。マンチェスターユナイテッド220万、いきなりプレミアリーグか。そして実はフライブルクからもオファーが来てました。こっちは245万、相当すごい選手なんだね。ただルイスは出すことはできない。現在17歳、おそらくオーバー85以上確定しているので、ここで出すのは非常にもったいない。ということでここは拒絶。もっと育てて3000万ユーロぐらいでは売りたいな。さあ、またルイスにオファー、今度はドルトムント、大人気ですね。もちろん拒絶しておきます。さあ、次はグリゴワに移籍オファー、ゴールキーパーですね、控え。いや、この選手は出せないですね。ゴールキーパー今2人しかいないということで拒絶。はい、ということで残り1時間となりました。結局リザーブメンバーにオファーは来ませんでしたね。いや、困った。もう少し給与削りたかったんですが、オファーが来なければどうしようもない。ではラスト1時間進めていきましょう。はい、ということで夏の移籍市場が終わりました。まあ、アメオト FC は初年度にしてはそれなりにいい補強ができたんじゃないですかね。もうちょい選手整理したかったけど。では今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。君の存在は